おはようございます。ミツバチハニーのルミです。今私は自分の家の車庫にいるんですけれども、どうしてかというと、マウスを発見してしまいまして、車庫で、でしかも私の車をかじられていたので、今日はオーガニックなものを使ってマウス退治をしたいと思います。実際のマウスとかは動画には出てきませんので、安心して見てください。それではご興味のある方は最後までご覧ください。どこに、マウスが出たかというと、ちょっと開けるんですけれども、ここですね。この白くなっている部分、全部マウスにかじられました。なので今日はこのマウスにもうこれ以上かじられないようにオーガニックなものを使って2つのものを作りたいと思います。で、1つはこれなんですけれども、もう簡単で、何が入っているかというと、お水とペパーミントのエッセンシャルオイル、たったの2つですね。2つを混ぜただけ でかなりでもエッセンシャルオイルが入っているので、お水がハーフカップ、2分の1カップに対して、でエッセンシャルオイルがスプーン1杯なので、かなりの量なんですけれども、すごいペッパーミントの匂いがして、でこれが、マウスに効く、で人間も運転しながらペッパーミントの香りが漂っているとすごくリラックスできるので、まあ、一石二鳥じゃないかと思います。でもう一個の方なんですけれども、これからキッチンの方に行って生成したいと思います。で、必要なものなんですけれども、このコーンミックスですね。ジフィーのコーンミックスって言って、アメリカではもうどこでもスーパーだったらどこにでも売ってるような普通のコーンミックス、パウダーなんですけれども、それとあとベーキングソーダですね。はい、ベーキングソーダ、この2つで大丈夫だそうです。で、このレシピは私の、義理の母親から今回聞きましたので、それがマウスに効くかどうかやってみたいと思います。で、作り方なんですけれども、このジフィーのコーンミックス1に対してベーキングソーダを1混ぜればいいだけです。はい、でここに、ジフィーのコーンミックスが入ってるんですけれども、それに同量のベーキングソーダを加えます。そしてこれをよく混ぜて、そしてこれをマウスにあげればいいだけだそうです。なのでこれをガラージの方に、車庫に入れたいと思います。それでマウスがこれを食べて死ぬんだと思います。マウスこの間も一匹ちょろちょろしてるのを見たので、多分それが私の車を食べてるんだと思います。あとこの間はひまわりの大きな花が、できたので、その種を取ろうと思って乾かそうと思って、花の頭の部分を収穫してガレージに置いておいたら、そしたらもうその翌日にはですね、種を全部掘り出されて食べられていました。なのでマウスが1匹なのか数匹いるのかわかんないんですけれども、車庫にいるというのは確かなので、これを、マウスに与えたいと思います。で、あとこのタッパーウェアなんですけれども、マウスが入りやすいように入り口を作った方がいいみたいなので、ここに穴を開けました。なので、こんな感じで穴を開けて、ここから入って餌が食べれるような形にしたいと思います。これくらいでいいですかね。かなりたくさん入ったので、こんな感じでマウスに
あげたいと思います。はい、今車庫に来ました。で、これをどの辺に置いたらいいのかちょっとわからないんですけれども、車のすぐそばのここにとりあえず置いて様子を見たいと思います。で、あとベーキングパウダーのミックスが少し余ったので、このヨーグルトの容器にこのように穴を作って、で、残りのパウダーを入れてみました。これもどこかに、車庫のどこかに設置したいと思います。この辺に置いておきます。この中に置いておきたいと思います。で、今これ車のフロントを開けたところなんですけれども、この部分ですね。これを全部マウスが弾いたんですね。で、明日車のメンテナンスに出すんですけれども、ちょっと心配なので、マウスサイズのものを、ペパーミントウォーターって言うんですけれども、これは、お水にペパーミントのエッセンシャルオイルを溶かしたものです。で、マウスは、そういうペパーミントとかの匂いが嫌いみたいなので、これを吹きかけます。で、あと、中とかもこれで吹きかけて掃除をすると、多分マウスが寄りつかないだろうっていう感じです。で、人間もペパーミントの匂い、すごくいい匂いなので気分がいいですし、で、マウスも寄せつけないということで、二重にいいかと思います。ご視聴ありがとうございました。トライしてみようと思った方は、いいねボタンをお願いします。とってもよく効きます。チャンネル登録をして次回の動画も見てください。それでは、See you in the next video.